エブバデオッケー投資家のババです。本日も YouTube やっていきます。2020年6月23日火曜日 Tuesday でございます。はい、今日はね、株式投資の話をさせていただこうと思っておりまして、 IPO についてお話させていただこうと思っております。明日6月24日に IPO が3社上場します。まあ、IPO というとね、IPO のことは上場という意味なんですけども、はい、久しぶりに明日はね、上場するということでまして、結構なぶりですね。4月とかね、5月とか、6月の今までね、やっぱりこの例のショックで、IPO が、ちょっと中止になっておりました。はい。なので、非常にね、注目が集まっている感じでございます。あとはね、日本取引所グループ JPX が、ちょっとね、報告が上がっておりまして、なんとね、祝日も営業ができますよと、株式投資とかね、先物とか、取引ができるようになりますよというようなね、ちょっと報告が上がっておりましたので、まあ、22年の秋ぐらいにね、目処でできそうな感じなので、それもね、お話しさせていただこうと思っております。はい。皆様、最後までご視聴のほど何卒よろしくお願いいたします。ババチャンネルでございます。お友達の皆様までひともよろしくお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。皆様、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたしますね。はい。ではね、普段ね、まあこのババチャンネルというのはね、株式投資の話とか、金融の話、世界ニュースとかね、心理学、健康のこととか、ガジェットもの、iPhone、Apple Watch とか、そんなお話をさせていただいております。ね、雑談の時たまにやっておりますので、毎日 YouTube を配信しております。はい。毎日 YouTube 投稿しだして、なんと113日目でございます。引き続き、ババチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、それでは参ります。まず最初にね、ちょっとね、今日のマーケットの様子をお伝えさせていただこうと思っております。日経がね、プラス111円高でございました。22,549円ということでございますね。今日なんかね、V 字になりましたね。ちょっとザラバ中 V 字になりましたね。一回めちゃくちゃ下がって、またグッと上がっていったっていうところがありましたですね。あれは何だったんだろうかっていうね、ちょっとありましたけども。はい。そういったところで、まあ、プラス、今ね、日経先物もプラス90円高という感じでございますね。はい。ニューヨークダウ先物もプラス149ドルとなっておりますので、いい感じでございます。あと、原油もね、41をつけているので、だいぶ上がってますね、原油はね。いい感じでございますね。まあ僕も原油を使ってございますので、非常にね、気になるところでございます。最高でございますね。この調子にどんどん上がっていってほしいところでございます。いい感じでございます。はい、そういう形でですね、まあ次にね、まあその前にね、ちょっと僕の近況が少しだけお話させていただこうと思うと、パソコンがね、ぶっ壊れました。今日びっくりして。いやー、ね、突然ね、止まってね、まあ、昨日の夜止まったわけなんですけど、なかなかね、いろいろ試行錯誤今日もしてたんですけど、それでね、なんかね、なかなか集中できなかったよね、という感じでございましたですね。はい。で、まあ、ネットとか見ながらですね、ちょっと次、このね、パソコンの内部にね、電気帯電している症状があって見れない場合があるみたいで、それをなんかコンセントとか USB とか引っこ抜いたわけなんですね。そうすれば、15分とか30分とか置けば帯電が改善されて、治りますよっていうね、ネットに書いてあったんで、その通りやったんですけど、それでもちょっとね、治らずですね。で、一晩置いたけど治らずということなんで、いよいよちょっと厳しいのかな。だからまあ、明日ね、ちょっと月もインターネットショップにね、持っていこうかな。持っていかなきゃんかなというところでございますね。まあちょっとね、悲しいですね。去年1年と5ヶ月ぐらいでございます。非常にね、早い人。まだね、持ってくれよという感じでございますけど、ね、結構な優秀なパソコンではありましてですね、インテルコア i9 を使ってましてですね、もうグラブも最高に良かったやつなんですけどもね、非常にね、悲しいですね。今日のトレードがね、非常に厳しかった。ね、やりにくいのなんのって、携帯と iPad と Facebook はあるんですけど、なかなかね、画面も小さいし、やりにくいね、という感じでございまして、ちょっと厳しかったですね。そして明日 IPO なんでね、ちょっとね、非常に積んだなという感じでございますけども、まあね、しょうがないなというところでございまして。はい。で、まあちょっと余談は置いといて、ね、日本取引所グループ JPX がですね、
土日と祝日を除く全ての休業日、祝日を対象にし、株式、商品、先物を22年秋にも取引可能にするというような感じで方向で動いている感じでございます。はい、今月末にでもね、決まっていくんじゃないかなというところで動いているみたいでございます。はい、これとてもいいことですね。まあ取引日が単純に増えていくということで、トレードの機会損失にならないという感じでございますね。やっぱりね、その、あれですよ。なかなかね、海外ですごいね、動いていたものが、急落とか上がったいったもの、なかなか日本人対応できなかった。閉まってるからね、その祝日とかね。で、日本の祝日ね、海外と比べて非常に多いんですね。これね、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね、まあ、この株式にとった非常にね、デメリットというかね、やっぱ空いてないとね、どうにも対応ができないというところで、非常にね、問題だったんですけども、特にね、まあ、昨年のね、改元に伴うね、10連休があったんですね。皆さん、令和元年というところでございますけども、まあ、これを機にね、声が上がっていったというわけなんですね。確かに10連休ってね、やりすぎだろうという感じでございますけども、まあそんなところでございます。もちろんね、元旦の1月1、2、3は、通常通りまだね、お休みにするということでございます。確かにね、なかなかシステム的にも、厳しいでしょうからですね。はい、そんな感じでございます。はい、それでは本題に入っていこうと思います。はい。明日ね、6月24日、久しぶりに IPO が上場します。IPO が上場しますってね、おかしなもので、IPO イコール上場という感じでございますけども、はい、3社上場することになりまして、久しぶりですね。4月、5月、6月の目までですね、やっぱりこの例のショックでね、IPO どころじゃなかった、上場どころじゃなかった、というところでございましてね、3月に上場した企業はね、軒並み上場初日もガンガン下がっていくという、非常にね、見るも哀れな感じだったんですけど、まあ、その後、まあ、出遅れ感ということで上がっていったんですかね、どうなんでしょうかね、そんな感じでございますけど、6月24日、ついにね、久しぶりに解禁されます。まあ、ちょっとね、ご紹介しますと、3社ですね。はい、1つ目がですね、4052、銘柄コード4052、フィーチャー。はい。で、次に2番目、4497、銘柄コード4497、ロコガイド。3番目がね、7689、コパポーポーという感じでございます。この3社でございますね。簡単にね、フィーチャーがね、時価総額、推定時価総額が 25.4 億という感じでございます。ロコガイドが169億。で、コパポーポーが、42.4億ぐらいですね。という感じでございます。まあ、フィーチャーが一番小さくて、ロコガイドが一番大きいのかなという、明日の3社に関してはですね、という感じでございますね。はい。で、まあ、フィーチャーのお話を、事業内容をちょっとお話しさせていただくと、まあ、画像認識ソフトウェア関連でございますね。はい。ね。そうでございます。まあ、そう。で、まあ、この1000円か1800円の処置が動くのかなという感じでございまして、まあね、車載カメラ、ドライブレコーダー用の画像ソフトウェアを開発しているということでございまして、歩行者衝突警報、車線逸脱警報、標識検出、ドライバーの危険運転監視など、次世代の車社会に欠かせない技術を使っているということでございます。車市場を考えると、やっぱり成長余地は計り知れないということでございまして、また収益は、収入はですね、開発収入と量産におけるライセンス収入の2段階で継続性もあるということでございます。まあ、しっかりしているということでございまして、公開株数は少なめで、需給を考えると処置の高騰が期待できるということでございますね。まあ、処置がだいたい1000から1800という感じでございますので、まあ、それが上がっていくんじゃないかなというところでございますね。次に、ロコガイド。まあ、時価総額予定が16億円ぐらいかな。169億円ぐらいなのかなというところが、まあ、ここはね、チラシですね、買い物情報サービスのチラシ、特売の運営をされている感じが出ます、特売という感じが出ますね、はい、公開株数がこちら多くてですね、上値が重たいのかなというところでございますね、はい、で次にコカ
コパコーポー、コパコーポーですね。推定時価総額 42.4 億円ね。まあ中堅かなという感じでございますけども、こちらはね、自社商品を、実演販売士を用いて、ガンガン売っていくというような感じですね。まあ、ジャパネット高田みたいに、テレビショッピングとかも、それ向けにもやってたり、まあ店頭向けもやってたりするということ。まあ今はね、ちょっと店頭向けがなかなかこのショックで厳しいということもあるみたいですけども、まあでもね、ネットとかそのテレビなんとかとかで収益は非常にまあトントンぐらいなのかな、まあ、いい感じに上がってるみたいでございますね。そんなところでございます。はい、まあね、フィーチャーね、まあ非常にね成長性が期待できてね、時価総額想定 25.4 億ですか、まあ、それが非常にいいのかなと、明日注目が集まるのかなというところでございます。まあ、3社ともね注目が集まりますけどね、まあ、皆様がどちらの企業をね応援していくでしょうかね。一応ね、ABC とかのランクで注目度で言うと、フィーチャーが B ランク、ロコガイドが C ランク、コパコーポが C ランクというような感じでございますね。まあ、あえてランクをつけるとするとならですね。はい。ね、まあね、明日、そう、ただね、まあ今、やっぱりね、金余りの時代と言われてましてね、この IPO がどこまでね、活気を帯びるかが、まあね、注目ですね。はい。中にはね、まあね、半日ぐらいで、沈下するんじゃないかという人もいたり、まあ、どんどんね、高値をつけていくんじゃないかという人もいたりですね、非常に分かれるところでございますね。はい、IPO のね、良さはね、まあ、処置でどんどん上がっていくというのもあるんですけども、ストップ高につけていきなりね、ガーンって落ちるっていうところ、まあ、ストップ高というか、上値をつけて、ガーンってね、もう、ナイアガラのようにね、急落していくっていうのもね、IPO の特徴の一つでもあるし、非常にね、そこは怖いんですね。まあ、怖いというか、まあ、そこはね、リスクというか、リスクをうまく回避していくというかですね、部分が、テクニックも必要なんですけども、はい。ね、そこでね、まあ、明日、僕、パソコンがね、ないからね、非常にね、積んだなというところがありましてですね、まあ、なんとかやろうとは思いますけどね、まあ、そんな感じでございます。はい、まあね、そのうまくいけばね、フィーチャーとかね、ロコガイとコパコーポーね、ずっと持っててもいいよね。そうですよ、AI なんとかっていうね、この前 IPO が上がりましたけど、すごいね、1万円から3万円近くまで上がっている、ね、企業もありますし、やっぱね、この時価総額が低いからね、優良企業だったらどんどん上がっていくっていう、そのね、テンバーガーとかね、テンバーガー候補になったりもしますからですね、そこを見極めていくっていうのが大事でございますね。はい、引き続きね、この今からね、IPO がね、どんどん出てきますので、楽しみでございますね。はい、そんな感じでございます。まあ、去年、まあ、キーホルダーもね、非常に上がってきましたね。今週はね、とても鍵になるでしょうね。今週は爆上がりの週になるんじゃないかなと思いますね。あれですよね、ファンがね、株に叱ってす、株に、ファン全員が株主かみたいなね、感じでございますからね。はい。そのプレミアム券というかね、ファンこそ株主になるっていう施策をされていますので、キーホルダーがですね、これがまた注目を集まっております。はい。まあ、オンコリスとかね、他のバイオ系、まあ、ワクチン銘柄系がちょっと今日調整が入ってましたけど、まあ、全然ね、まあ、上がっていくと思いますよ。まだね、今が始まったばっかりでございますので、まあ、こういったね、上がる中にも調整っていうのがあるので、まあ、悲観することなくね、引き続きね、投資、ね、押し目と狙ってね、投資するのもありなんじゃないかなと思います。そんな感じでございます。はい。パパチャンネルでございました。本日は以上でございます。皆様、チャンネル登録はね、こちらの丸いボタンを押していただいたらね、丸いボタンが出てきます。丸いボタンがね、これ、ポンと押していただくと、ポンと押して、ポップアップが出てですね、チャンネル登録がなんとできるんですね。皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。